母になってもバレーボール競技を続けるという決心をし、悩み葛藤した日々も多くありましたが、第14回ベストマザー賞スポーツ部門、荒木絵里香様、どうぞステージの中央にお進みください。それでは初めに盾の贈呈です。おめでとうございます。今回ベストマザーという素敵な賞を受賞させていただき、とても嬉しく思っています。母になってもバレーボール競技を続けるという決心をし、その中で娘と離れることやそばにいれないことに悩み葛藤した日々も多くありましたが、本当にたくさんのサポートのおかげで競技生活を続けることができました。私はこれまで本当にここにいらっしゃる広末さんや素敵な女性をたくさん、その方々の生き方や姿をその中から刺激を受けて、自分もバレーボール選手として挑戦することで誰かにいいエネルギーを受け取ってもらいたいなという思いも競技を続ける原動力の一つでもありました。これからも娘と共に一人の人間としても母親としても成長して頑張っていきたいと思います。投票してくださった皆様、日本マザーズ協会の方々、本当にありがとうございました。おめでとうございます。